皆さん、こんにちは。今日は陸上界に現れた新星、不破聖衣来選手の魅力について存分に語っていきたいと思います。2021年、彗星のごとく駅伝シーンに登場し、瞬く間に陸上ファンの心をつかんだ不破選手。私も彼女の活躍を追うたびに心が熱くなるのを感じずにはいられません。一体どんな人物なのか、どんな思いを胸に走っているのか、今回は不破選手の知られざる素顔にぐっと迫ってみたいと思います。まずはプロフィールから見ていきましょう。不破聖衣来選手は2003年10月23日生まれの18歳、群馬県高崎市の出身です。現在は拓殖大学国際学部に在学中で、陸上競技部に所属しています。身長は154センチメートル、体重はなんとわずか37キログラム。小柄な体格ながら、そのスピードと持久力は誰もが驚くほどです。気になるのはその名前ですよね。聖衣来なんて普通に読めないと思った人も多いのではないでしょうか。これはもともとの名前が聖衣来だからなんです。聖衣来という字を当てたのだそう。不破選手曰く、空や海など自然のイメージから漢字を選んだのだとか。実は妹のジュエルさんも同じように当て字の名前なんですよね。姉妹揃って何とも個性的な名前と言えます。きっと自然の美しさや雄大さを表したかったのかもしれません。そんな不破選手が一躍脚光を浴びたのは2021年10月、全日本大学女子駅伝でのこと。1年生とは思えぬ堂々とした走りで見事区間新記録をマークしたのです。特に5区での走りは圧巻でした。前を行く選手を次々と捉えてはあっという間に置き去りに。なんと6人抜きの快挙を達成し、その名を全国に轟かせました。解説の増田明美さんも思わず絶賛するほどの走りぶりでしたね。12月の富士山女子駅伝でも最長区間の5区に抜擢された不破選手。序盤こそペースを落としましたが、中盤から仕掛けると後続を寄せつけません。10人もの選手を抜き去り、区間新記録で駆け抜けました。まさに無敵の走りです。この時の解説でも増田明美さんが興味深いエピソードを披露していました。おじいさんはクロスカントリーの国体選手、お父さんはサッカーをやっていて、お母さんも陸上をやっていたそうです。宇宙人ですよ、本当に。なるほど、運動神経の良さはこうしたスポーツ一家の血を引いているからなんですね。おじいさんは群馬県の水上町出身、スキーが盛んな土地柄もあり、クロスカントリーの選手として頭角を現したそうです。当時国体にも出場したとのこと。冬場のトレーニングでは小学生の不破選手を連れて一緒に走ったりしていたようです。孫娘の才能を見抜き自ら伴走する、おじいさんの愛情が不破選手を陸上の道へ導いたのかもしれません。お父さんは学生時代にサッカー部に所属、ポジションは不明ですが、きっとフィールドを駆け抜けるタイプだったのでしょう。一方お母さんは中学時代に陸上部で長距離を専門としていたそうです。今でこそ女子スポーツが盛んですが、お母さんが学生だった頃はまだまだ女子選手の活躍の場は限られていた時代。そんな中で長距離選手として奮闘していた母の背中を見て、不破選手も陸上の世界に惹かれていったのかもしれません。陸上とのつながりは姉のアリスさんにも。現在は実業団の選考に所属し、トップ選手として活躍中です。名前の読み方がアリスというのもなかなか珍しいですよね。妹のジュエルさんに至っては陸上の大会にも出場しているジュニア選手だそうです。なんと中学1年生にして3000m を9分30秒台で走るのだとか。ここ最近の女子長距離界を見ると、中学生の頃から9分台で走れる選手が目立ってきました。例えば昨年の全日本中学校陸上では女子 3000m で小島花選手が9分12秒55をマーク。同じく昨年の全日本中学校クロスカントリーでは新井美優選手が 2km を6分34秒で走破しています。こうしたタイムを叩き出す中学生がどんどん出てきているのが現状です。その意味では
ジュエルさんの記録もトップクラスの実力と言えるでしょう。まだまだ伸びしろがありそうな将来有望な妹の存在、これは姉のセイラ選手にとって良い刺激になっているはずです。こうして見ていくと、ふわけが陸上一家と呼ばれるのも納得ですね。3人姉妹全員が陸上の道に進み、それぞれの舞台で才能を開花させている。両親やおじいさんの適切な助言や献身的なサポートがあってこその活躍なのでしょう。不破選手自身も幼い頃から姉の背中を追いかけるように陸上の世界に飛び込んできました。お姉ちゃんが走っているのを見てずっと追いかけていました。もちろん勝てないんですけど、お姉ちゃんが自分と同じ学年の時の記録とかを見て、そこを目標にしていたんです。姉への憧れが不破選手の原動力になっていたんですね。目標が身近にあるというのは本当に大きな財産だと思います。不破選手が本格的に陸上を始めたのは中学生の頃、練習では小学生時代から一緒に走ってくれていたおじいさんが付き添うこともあったそうです。おじいちゃんは僕が走るのについてきてくれて、当時は65歳くらいだったと思います。元気でしたよね。おじいちゃんは群馬の水上町出身で、クロスカントリーで国体にも出ていたらしくて、だから夏の練習でも長い距離を一緒に走ってくれたんだと思います。65歳にして孫娘のペースについていけるなんてすごいですよね。さすがは元国体選手です。おじいさんの存在は不破選手にとって肉体的にも精神的にも本当に大きな支えになったことでしょう。不破選手はそんなおじいさんとの思い出をこう振り返ります。おじいちゃんが一緒にいてくれて、それで走るのが楽しくなって、大会にも出るようになったし、記録もどんどん伸びていったんです。楽しみながらでも真剣に、不破選手の陸上に取り組む姿勢はこの頃から培われてきたのかもしれません。中学時代の不破選手は陸上の才能を遺憾なく発揮します。3年生の時には全日本中学校陸上競技選手権の 1500m で優勝、ジュニアオリンピックの 3000m でも見事に頂点に立ちました。当時の自己ベストは 1500m が4分27秒台、3000m が9分10秒台、どちらも中学生の同学年の選手としてはトップクラスのタイムです。ちなみに 1500m の自己ベストは現在も群馬県中学記録として残っているそうですよ。駅伝のシーンでも中学生の不破選手の活躍は目覚ましいものがありました。中学の駅伝は本当に楽しかったです。チームのみんなで一生懸命練習して、それが記録に現れた時の喜びは今でも忘れられません。故郷の群馬県で行われる中学生の駅伝大会では区間賞を連発、文字通り無敵の走りを披露したのだそうです。県内では中学生のうちから不破セイラの名前は知られるようになっていました。陸上に詳しい人なら誰もが彼女の才能を認めていたんです。地元のランナーはそう振り返ります。早くからその実力が認められていたんですね。輝かしい中学時代を送った不破選手でしたが、高校では思うような結果が残せなかったそうです。進学したのは地元の強豪校である高崎健康福祉大学高崎高校。同校は2012年のインターハイ女子総合で優勝した名門校で、不破選手もここで才能を伸ばしていくはずでした。しかし高校1年の秋に足を痛め、その後も故障とは無縁ではいられなかったのだとか。高校に入学してすぐに足の故障で1年間ほとんど走れませんでした。治って走り始めてもまた痛みが出たり、本当に辛い時期でした。コロナ禍による大会の中止も相まって、思うようにレースに出られない日々が続いたそうです。陸上人生で初めての挫折を味わった不破選手、本人も随分と悩んだことでしょう。それでも故障を乗り越えようとリハビリに励み、走り込みも欠かしませんでした。辛い時期もありましたけど、それでも走ることは好きでした。いつかまた思い切り走れる日が来ると信じて練習を積み重ねていきました。諦めなかったことで再び道が開けていったのですから、本当に立派だと思います。高校卒業後は進路に悩みました。オファーをいただいた大学もあったんですが、
やっぱりまだ自分の力を信じきれなくて。でもそんな時に声をかけてくださったのが拓殖大学の五十嵐監督だったんです。五十嵐俊治監督は不破選手の才能をいち早く見抜いていました。彼女のレースを見て本物だと直感しました。怪我を乗り越えて必ずもう一度走れるようになる、そう確信したんです。その熱意に打たれて不破選手は拓殖大学への進学を決めます。監督の言葉で自分を信じる勇気をもらいました。この大学で自分の夢に向かってもう一度頑張ろうって思えたんです。名門拓殖大学を選んだことで不破選手の人生は大きく動いていくことになります。いよいよ大学での挑戦が始まりました。入学して間もない4月、1万メートルの記録会に出場した不破選手。ここで自己ベストを大幅に更新する33分45秒をマーク。一気に駅伝シーンの注目株となったのです。記録会のタイムを見て自分でも驚きました。ここまで走れるようになるなんて正直思っていなかったんです。謙遜しつつも手応えを感じていた様子の不破選手。迎えた10月の全日本大学女子駅伝では堂々の区間新記録で一躍脚光を浴びることになります。若干18歳にして女子学生駅伝のトップランナーに躍り出たのです。区間新記録をマークした後、テレビのインタビューに応じる不破選手の姿が印象的でした。自分の走りに満足しています。何よりチームのために区間賞を取れたことが嬉しいです。澄んだ瞳でまっすぐにそう語る不破選手。個人の記録よりもチームへの貢献を喜ぶ姿勢に陸上への真摯な思いが現れていました。やっぱり駅伝は特別です。一人一人の走りがチームの順位に直結する。そのプレッシャーは大きいけど、みんなで勝ち取った喜びもひとしおなんです。監督の期待に応えたい、仲間を勇気づけたい、さまざまな思いを胸に不破選手は力走したのでしょう。その熱い思いに私も深く心を打たれたのを覚えています。全日本大学女子駅伝の活躍により一躍時の人となった不破選手。凄まじい走りはもちろん、レース後の爽やかな受け答えも好感度抜群でした。特に同世代の女性ランナーから熱狂的な支持を集めていると聞きます。セイラ選手は私たち女子ランナーの憧れの存在なんです。あんなに可愛くてあんなに速く走れるなんて本当に尊敬しています。セイラ選手みたいになりたい。毎日練習を頑張るモチベーションになっています。 SNS などではこんな声が数多く見られるようになりました。不破選手の活躍は確実に女子ランナーに勇気と希望を与えているのです。そんな不破選手はライバルの存在も意識しているようです。同世代で注目しているのはやっぱり安藤友香選手ですね。彼女とは中学生の頃からよく競り合ってきたんです。安藤選手は不破選手と同じ2003年生まれ、現在は名門立命館宇治高校に在籍し、高校駅伝や高校長距離界のエースとして活躍中です。昨年12月の全国高校駅伝では1区で区間賞に輝く走りを披露、チームを初優勝に導く原動力となりました。高校生のうちからあれだけ強い走りができるのは本当にすごいなって、私ももっと頑張らないと追いつかれちゃいますね。ライバルの活躍が不破選手の闘志に火をつけているようです。お互いに切磋琢磨しながら女子長距離界を牽引していってほしいですね。大学に進学し念願だった故障からも完全復活を遂げた不破選手。12月の富士山女子駅伝でも区間新記録をマークするなど安定した強さを見せつけています。迎えた2022年はいよいよ世界への挑戦が始まります。3月の世界クロスカントリー選手権、7月の世界選手権と大舞台が待ち構えているのです。世界の舞台で思い切り走りたいです。今はそれに向けてしっかり調整を重ねているところです。不破選手はそう力強く語ってくれました。日本を代表する選手として世界と戦う姿が早く見たいですね。そんな彼女を陰ながら支えているのがチームメイトの存在です。拓殖大学の選手はみんなバラバラのタイプの選手が集まっているんです。
その中でいろんな刺激をもらいながら切磋琢磨できているのが嬉しいですね。個性豊かなチームメイトに囲まれて、不破選手はいつも生き生きとしています。選手同士の信頼関係の深さが彼女の力を引き出しているのでしょう。最後に今後の目標について聞いてみました。2024年のパリオリンピックでマラソンに出場することが目標です。そのために今はとにかく練習あるのみ、コツコツ積み重ねて強い選手になりたいと思います。力強い言葉とは裏腹にどこか天真爛漫な笑顔を見せる不破選手。プレッシャーをものともせず伸び伸びと走り続ける姿は本当に頼もしいですね。その透明感あふれる笑顔に思わずこちらまで元気をもらえた気がします。不破選手の今後の快進撃に大いに期待が持てそうです。今日は陸上界のニューヒロイン不破聖衣来選手についてたっぷりとお伝えしてきました。昨年の駅伝シーズンで一気にのし上がり、気がつけば女子ランナーの憧れの存在に。でもその人気の理由は抜群の走力だけではありません。ひたむきに陸上に打ち込む姿勢、チームメイトを思いやる心、ライバルを尊重する謙虚さ、そうした人間性もまた多くのファンを引きつけているのだと思います。何より困難を乗り越えて再び夢に向かって突き進む不破選手の生き様が私たちに勇気を与えてくれます。今もなお進化を続ける彼女の可能性は無限大。これからの活躍にますます目が離せません。そして陸上一家に育まれた不破三姉妹の今後にも注目です。三人三様の魅力を放ちながらどんな活躍を見せてくれるのか、姉聖衣来選手を筆頭に妹たちの成長ぶりにも胸が躍ります。不破家の快進撃はまだまだ始まったばかり。今後も温かく見守っていきたいと思います。